何カッコに入れてんだ。ギリコまだ90じゃないから。まだ90じゃないから。こやらこやらこやら金返せ金だろ。みなさんこんにちは、ハロウィンとベスト、そして無事入れに来ましたキコちゃんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。本日はギコちゃんさんをお迎えいたしまして、マックスぐらいにドッキリを仕掛けていきましょう。ありがとうございます。おやっとこちらさん、本日のドッキリは逆ドッキリということで、ちょっと複雑ですけど、複雑です。逆ドッキリです。前回ギコちゃんさんをお迎えしまして、はい、逆ドッキリをやったんですよ。ギコちゃんさんのガチャを引くよと、はい、いう感じ でギコちゃんさん席を外して、で村井さんがめっちゃ引くと、うん、っていうドッキリを取りますよって村井さんに言って、ギコちゃんさんにキレられるというありましたね。逆ドッキリを懐かしい。もう多分5年前ぐらいですね、うん、それぐらい前ですね、はい、取ったんですよ。で今回はその逆ということで、本来はギコちゃんさんがガチャを引くという、うん、村井さんのガチャを引いちゃうっていう、うん、もうそれでドッキリなわけですよ。そうですね。でそれに対して村井さんがそれを知ってて切れるっていうのが逆ドッキリじゃないですか。うん、その逆ドッキリ、はいはい、でそれに対してギコちゃんさんも全部知ってて切れ返すという、うん、でもですね、いつかして切れるんだろう。情緒が不安定すぎますよ、ね、やばいよ本当に。やばいですから。急に久しぶりに来て切れるという、前回も切れてコラボが来てるわけですよ、呪術廻戦なので。もうそれを引きましょうということで、村井さんにはもう動画用に課金してもらってます。ちょっと課金を使うんですか。そうですか。いや村井さんには100連引けるように準備してもらってます。そうです、3万ですね。そう、3万です。怖いな。それを全部ギコちゃん全部バーって引いてもらって、そこまではでも村井さんも知ってるんで。知ってるんで。あ、知ってる。あ、そうですよね。そうです、はい、で、ドキだから。そうです。で村井さん切れるってとこまでも、はい、もう、はい、そうですね、練習してるんで、はい、いや練習してる。切れるんですか、あの人。いや、分かんない。わかんない、できるのかわかんない。わかんないけど、まあ、で、はい、店の前振り見てもらうとわかると思うんですけど、はい、ああ、なるほど、ね、だいぶ前、下手くそな、だいぶぶたりましたね。そうだ、できるな。そう、村さん、なんだ、ご相談です。なんだ、3万円分の、まあ、いいでしょう。おい、課金しなきゃ大丈夫。課金すればいいですか。そんな、お金ないよ、もう。いや、社長なんだからあるでしょ、お金ぐらい。本当にそうやってくれ。本当にそれやりそうだから怖いんだよ。怒るってね、わかんねえ。わかんねえけど、でもやんないと遠いですよ。難しいよこれ、はい、悪いけど、はい、ギコちゃん、やっぱり100連はね、ちょっと動画で私引きたいっす。引いてないじゃないですか。ギコちゃん引いたし。引いてないっす。動画残ってるし。残ってねえわ。残ってないっす。残ってるし。残ってないっす。お小遣いないっす。いや、それは知らないっすよ。俺引いてないっす。3万円ください。あげないっす。3万円ちょうだい。いや、あげないっす。じゃあしょうがない。あ、それでいいです。それでいいじゃないですか。いいっすね。それで、もうオーブないの見て。いや、うん。え？今日動画どうすんの？いや、結構リアルな。そうです、今リアルでしたよ。うん。あれ？ない。オーブがない。あれ？もう今月課金できるのもうないですよ。引いたでしょ、ゆうこちゃん。引いてないっす。いや、引いたでしょ。引いてないっす、引いてないっす。ボックス見ますよ。まあ、いや、俺引いてないんだ。動画で撮りたかったっす。いや、ちょっと昨日も引いてて、ちょっともうね、はいはい、今月ね、ちょっとね、ダメなんですよ、もうこれ以上。いや、それはでも知らないですね。どうすんの？いや、どうすんのって言われて。なんか、こうするとか、なんかプランとかなんかあんの？ない、いや、プランとかないです。ないの？はい。どうしようか。一回、日高屋で飯でも食ってきてる。あ、でも。いいっすよね、うん、今すごい良かった村さん。いいの、うん、すごいなんか雰囲気悪くなった。じゃあ村さん、ギコちゃんさんにそういう逆ドッキリを仕掛けていきましょう、はい、仕掛けていきましょう。前回でもギコちゃんさんできるって言っときながら、いやあれ、ね、最終的に笑いましたからね。あれはひどいっすよ。顔が面白いっすよ。村井さんでしょ。一番分かるじゃないですか。めちゃくちゃ分かる、めちゃくちゃ分かる。だからまあその辺も含めてギコちゃんさん対村井さん、ある意味そうっすね。もうそうっす。どうなるのか、そのね、対決をぜひ皆さんに、はい、ハラハラしてもらいたいと思います。じゃあ
そのドッキリを仕掛けていきましょう。さあ、行くぞ。リアリティを出すために一回ギコちゃんさんには社外に出ていただいて。いいですか。こういうのが大事です。あ、そうですね。ちょっと小細工ちょっとずつ振り込んでいかないと。もう行く、行きましょう。行きましょう。行きます。行きましょう。行きましょう。リアルでね。リアルでマスクつけちゃう。行きましょう。なんか最低限知りたいですね、このキャラが当たりとか。ああ、当たりかどうかも全然わかんない。私アニメと漫画は全部見てますけど。あ、そうなの。すごいじゃん。じゃあわかるじゃないですか。漫画は全巻持ってます。おお、えぇ、ー、解説可能っすね。すごい。じゃあこれでいきましょうか、はい、皆さんこんにちは、マックスフライト、ハラミーとギコちゃんです。おお、ギコちゃん、お久しぶりです。久しぶりです。5年ぶりぐらいですかね。5年ぶりっすね、はい、本当に久しぶりです。呪術廻戦コラボ来て2日目なんですよ今日、はい、ギコちゃんといえばもうガチャの代名詞みたいなとこありますよね、うん、そうっすね、確かにそのイメージは。ズバリ何ですか。はい、ズバリ何ですか。振りが急に何を聞きたかったか分かんないですけど、ズバリ。私は覚悟してます。通常私は基本ワンセット、はい、ワンセットマン。あー、なるほど。か、あの、オーブの数の話ですね。そういうことです。はいはい、オーブの話になりました。いや、まあでも一定の覚悟してますよ。100連を引かないとダメじゃないですか、ね、100連を引かないとダメ。100連引けば、まあ、うん、全部は揃わないと思いますけど。はい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 。大概揃うんじゃないですか。大概揃う。はい。いいっすよ、1.2% 結構高いですよ。あー、古典的な、そんなことありますね。あの、目が出せば逆に見えてませんでした。あ、そうですね。あ、100連もう覚悟は決めてます。じゃあ今から課金してよろしいですか。うわー、マジっすか。課金させていただきます。はい、おっす。いった。ワンセット、ワンセット180個。これで 0.05 ギコぐらいな感じで。そうっすね、はい、そうっすね。 0.05 ギコ。ギコ、うわー、いった、いった。540か。うわー、すげー。課金が完了。ご覧くださいませ皆さん、542個。じゃあちょっと行きますか。おい、じゃあ早速、はい、さ、撮影できてるんですよね。あー、できてます、大丈夫です、ね。まあちょっとそんな中で大変申し訳ないんですが、はい、ちょっと100連って言うと結構時間もかかると思うんで、はい、ちょっと一瞬トイレ行っていいですか。お、あ、トイレ、ちょっと一瞬トイレ行っていいですか、はい、すぐ戻りますね、一瞬トイレ行っていいですか。一瞬ですか。ごめんなさい、本当ごめんなさい、すぐ戻るんで、ちょっと行きます。すみません、すぐ戻ります。カッパカッパですね。声出したら聞こえちゃうぞ。突然登場したフェスさん、いたします。あ、これはそうか。あ、そう、死んじゃう、死んじゃう。多分欲しい。あ、欲しい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 。まだ、分かりづらい。あ、まだ。おお。他人の方こんなことないですよね。ないっすね。そう、しかも課金したってほやほや。そうそうそう。うん、全然違うですよ。まあでも星座が頼みますから。そうそう、急いで行きたい。やばいぞこれ、爆死。40年、はい、ほぼ爆死っす。最悪だこれ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、司会しよう、司会しよう、確かに司会しよう、いいっす、うん、
前回もほぼ爆笑だったんで、いや確かにニコちゃんさんのガチャ引いた時にほぼ爆笑だったから大丈夫大丈夫。いやマジか、ここは出ないっすね、出ないっすね、どういうことあ、これが、はい、いい、新しいです。あ、これが。わー、細くて、すごい。わー、細くて、すごい。これは当たりっすね。これは当たりっすね。なかなかな、神引き。でも、神引き、神引き。はい。もう、折り返しです。しましょう。あ、折り返し。折り返し。私こんなことするのなかなかないですよと言いながら、はい、申し訳ない。あ、なんか今変な色。え？うわ、確定。あ、確定。あれ確定。第一弾確定。第一弾確定。すごい。あ、次の。武将先生。武将先生。ありありあり。二体目二体目。もうすごいすごい。二条先生。二条。二条先生。五体目で五条先生になるわけじゃないんで別に。違うんですか。違うんですよ。行きましょう行きましょう。行きましょう今度。もうあと40年しか来ないですよ。40年ですよ。うん。全然行きましょう。めっちゃ、なんか。あっ、来たのに来たのに来たのに。すげえ。これは、すげえ。すげえ。神引きさん。来てた。すいません。引けてる、引けてる。いいっすね。うんこ、うんこ長い。うんこ長いな、カプード。カプード長い。カプードのうんこ長い。辻黒の星5、6、うん、星ですね。出しちゃいましょう、出しちゃいましょう、出しちゃいましょう、お前さんのためなんで、ね、本当にこれは嫌味とかじゃないですか。そうですよね、引いてあげてるんで。そう、引いてあげてるんですよね。あ、いたときだ。おお、すげえ、すげえ、神引きだ、神引きした。あとは星黒。あ、来た、星黒来た。あ、すごい、すげえ、すげえ、100連戦揃う全部。すごいんだけど。あとメイも。あ、そう、メイさんか。メイさん、メイさん、お、これメイさん、これメイさん出たらもうどうしよう。そんなうまくは。メイさん。関係ないな。ラストじゃない。ラスト、ラスト、ラスト、最後、そう、ラスト、ストライクショット。うわあ。ダメだ。メイさん。めっちゃ行きましたね。めっちゃ、めっちゃ行きました、ね。よっちゃん。こんな駆け足で引く人いないですよ、こんなね。止まれ、止まれ。うわぁ、ちょっと喧嘩。まあまあまあ、こうしてね。まあ、まあ、結構当たったんでね。そうっすね、結構いい引き出しホームにしとこう。そうっすね、バレ、バレないように。そうっすね、まあ、多分気づく。はい、気づかないと思う。そうっすね、はい、そうっすね。結構、はい、お腹に痛そうな。あ、うん、うんこっす。そうっすね、ガチウンなんですね。そうっす、ガチウンか。これ、なんだかんだめっちゃすいません、めっちゃすいません、戻りました。いえいえいえ、戻しました。さあ、じゃあやりますか。やりますか、仕切り直しでいきますか。仕切り直しで参ります。これから10連ガチャ、よいしょ。お、思いが足りません。手だと。あ、課金しないとダメっすね、多分。課金しない、え、課金しないとダメ、え、どういうこと。な、めっちゃキャラいる。ちょ待って。ん、え、どういうことですか。え、いや、ちょっと待って。え、持ってたんですか。持ってるわけない、持ってるわけないですよ、持ってるわけないですよ。あれ、え、どういうことですか。めっちゃキャラいる、っていうか、ん、え、むしろめっちゃキャラいる。一回特段を引いていいですか。はい、一回特段を引いていいですか。はい、ふん、はい、あれ当たれ、なんだろう。あ、ここはもう一回当たれ、当たれ。おお、あれ、待ってください、これいいんじゃないですか、良くない。あ、4ね、4、ね、そうっすね。勝手に引いてません。いや、引いてないです。いやいやいや、引いてますよ、引いてますよ。聞いてない。オールナイス。マジ。め、え、引きましたよね。聞いてないです。オールナイス。うん。か、引くわけないです。だってこれから撮影ですもんね。あ、撮影。いやでも引くわけなくないですよ。だってなくなってますもん。あと私は星玉を見てますし。いくつ？
42だったよ。私と同じ42、うん、星玉42。オーブじゃなくてですか、42は。いやいや、星玉が、星玉が、あ、星玉がオーブが42、村井42。オーブになってる。星玉かと思ってたらオーブだ。いやいや、そんな話はどうでもよくて、え、私めっちゃガチャ引きたかった。どうぞ。いや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 もう100連発出されとるじゃないですか。ちょっと待ってください、100連引いたら、いや引いてない、いやいや引いたら、引いてないとかじゃなくて100連引いたでしょ。僕がですか。私の記憶が確かならば、はい、500個ないよ。500個オーブなくなってるよ。なんで。いや、なんでじゃなくて、ほら所持がもう出てるじゃないですか。まあいいじゃないですか、課金を渡してちょっと行きましょう。私はそんなに課金はさっきするって言ったじゃないですか。ちょっと話が違うっすよ。もうした、もう課金はもうした。いや、こんなダメですよ、私はギコちゃんじゃないから。一回の課金そんなたくさん課金できません。動画はどうしますか。もう動画は、いや、もう課金できないですよ私。しなきゃ、だって撮影が始まんないですよ。もうガチャ引いてるじゃないですか。引いてないっすもん。引いてない、引いてるないっす。引いてない、ない。いえ、引いてる、引いてるのよ。まあ、万が一引いてたとしても、万が一引いてたとしたら、してもしても、やっぱ取れ高ないんで。取れ高ない、しなきゃダメっすわもうちょっと引かないと、うんこしてるだけで終わっちゃいますもん。そんなんでいいですか、マックスぐらいが。いいわけないじゃないですか。それただのうんこですよ。うんこですよ。今この状況はうんこですよね。いや、もう結構うんこっすよ。実はね、実はなんですか。時間が欲しいんで、この後あるんで。あるか。何ですか、この後あるか。15時からちょっと余計あるんで。ひどい。いろいろひどい。もう時間もないとか全部ひどい。ちょっと。一回頭冷やしてきていいですか。いや、ダメですね。いや、もう一回、いや、もうダメだ、ダメだ、もう一回ダメだ、いや、ダメだ、引け、引くか、引け、課金するんだ、シングルから引くぞ。何これ。一回ちょっと、一瞬ちょっと冷静になってください。もうひどいと思います、ギコちゃん。ギコちゃんはひどい。一回待ってくれ。なんなんマジで、鳥山明みたいな顔しやがって。なんなんマジで、全部引くわ。どうしたらいいかわからん。もっと怒んないと。もっと怒る。もっと怒ってます。どうしたらいいの最後。もっとわかりやすい。怒る。はい。おい、何勝手に言えてんだ。やめても、そういうのいらないんで。ギコ。まだ聞いてんじゃないか。この野郎、てめえよくもやりましたな。ガチャなんだよこれ。ガチャ1個だけ。ガチャ1個だよ。どうしてくれんだこのガチャ。いい引きしてんじゃねえか。うん、なんかちょっといい引きしてんだよ。いいじゃないのガチャも。いい出したんだからいいじゃんもう。いや、そういい引きしてね。そう、ほぼ当たったもん。5年前に俺やってきたから、やられたからやり返したんだよ。でも5年前私は多分クソ引きしたと思う。確かに。あなたの勝ちだ。じゃあお金ください。やるか。何さ。何さ。これマジで。ドッキリですよ。口見るカッサ。俺も不安だったんですよ、最初からもう。村井さん、え、何だと思いますか。
疲れてる。もう疲れてる。頭回ってない。ぬえさんがターゲットですよ。私がターゲット？てってれ現場監督がいつまでたってもOKを出さないてってれ。そんなわけないだろ。ぎこちゃんが呼んでそんなわけないだろ。いらねえこいつ。そんなやらないだろ。ぎこちゃんが謝らないドッキリ。ぎこちゃんも慣れてないのに逆ギレをしてみるドッキリ。まあほぼそうです、ね、ほぼ当たりですかね。逆ドッキリ。40の男2人が本当にあって、歯が抜かれた、本当にあって、しかも意外とフィジカルがいい。MMA できそう。まあまあと、リコちゃんにガチャを引かれるから、はいはい、村井さんがそれに対して切れると、はい、5年前のやり返しだというふうに聞いてますよね、はい、うん、それ全部ギコちゃんさんには伝わっていて、それに対してギコちゃんさんが逆で切れ返すというドッキリでございます。あ、なるほど、なるほど、やっぱ村井さん、切れる演技ちょっと下手っすね。本当ですよ、できなかったじゃないですか、できてた、できてた、わがままな感じを出してましたけど、ただだっこ感を出してできるって言ったのに、仮にギコちゃんならどうやって切れます？まあ前の動画見たって話ですから。まあそうっすね、前回もシャイロンになってきましたから。確かに前回のところだってすごいことになってますよ。そうっすね、めっちゃ見られてます。ありがとうございます。ありがとうございます。でこの後ギコちゃんさんのチャンネルでも、ああそうっすね、ガチャの動画をちょっと撮りたいなと思って、はい、ちょっと、はい、じゃあまずガチャ引いてないんですよ。ガチャ引いてないんですよ。引いとっすよ。いやいや引いてないんですよ。実質引いた。いや引いてないんですよ。ガチャ引いてないんですよ。引きたい。そうガチャ引きたいんですよ。ガチャを引きたいんです。わかりました。ワンちゃんギコちゃんさんのチャンネルで村井さんちょっと引きますけど、そうっすね、それでお前子みたいな感じちょっと引かせていただきます。もちろんちょっとお前子な感じ。全部引いていいっすよ。全部引かなくていい。全部引かなくていい。じゃあお前子ガチャはギコちゃんさんのチャンネルの、はいはい、で、フェスさんも引いてますので、アップバンク TV なんだよ、そうだ、すぎだよ、そっちみんなガチャ引くよ。ぜひご覧ください。はい、ということで、じゃあ概要欄のリンクからお待ちしております。ありがとうございました。